はい、ですね、再来年ね、もうプログラム、来年も今年もね、出来上がっちゃってるから、再来年のことを今、考えてるんですけど、3万円分ですね、3万円分に戻します。で、戻しても、多分、どうなんだろう、もう本数がバカみたいに増えるってことはないですね。と見2万7000円分ぐらいじゃないかなって、2000円増えてるだけだから、2、3000円増えただけだもんで、なので最初はちょっとね、2万7000円分定着しようかなと思ったんですけど、思ったんだけど、やっぱこれも欲しいなってなると1000円オーバーしたり2000円オーバーしたりするんで、だったらもう3万円分を定着させて、もう好きな花火ね、いつもやったらおまけ動画とか、こうオープニングに使う花火はどれだとかしようかなと、また決めたりねしようかなと思ってます。で、さっきね投稿しちゃったんですよ。2万7000円分定着してやりますって投稿したんですよ。で、僕は3万円分買いましたって言ったら嘘になっちゃうんで、慌てて消しましたね。やっぱ、球数増やした方がいいですね。増やせばいいと思ってるわけではないんで、ちゃんとね考えてプログラム立ててね、配置とかどの花火はどことか考えて、オープニングにこういう花火打ち上げた方がいいかなとか、あ、これはやめた方がいいかなとか、さっきね昼間ずっと1時間ぐらいてたんで、もうね、再来年って言ったらまだ時間がすごいあるんで、だいぶもうよく考えて、で花火はある程度今ねこんなもんかなって予算を決めるためにちょっとこうリストに入れたんですけど、再来年気持ちが変わらなかったらあのまま買ってやろうかなって思ってるんですけど、まだね、今僕は思ってることですよ。今思ってることは、ある程度そのこう買わないけどこうリストに入れて、とりあえず配置とか書いて1枚しまって、でまた紙用意して、でまた2個目のプログラムを考えて、で再来年になったらそっから1個選んで、じゃあそれでやろうと、演出しようと、その形でやろうかなと思ってます。本当に2年あるからね。再来年まで、来年はね、本当に1万多くやるけど、4年に一度だからね、だから来年やったとして、次が2025年、6年か、結構ね、もうどんどん考えちゃうんですよ。考えるのが 早すぎて、動画的には良くなってるからいいんだけど、考えがね早すぎてね、考えるのがどんどん先行かないと、先をこと考えたくなるんですよね。なんでね新しいやり方もねどんどんやって、もう扇形とかもう去年の5月違うな去年の5月まだそんなやり方思いついてない、 V 字型かあれは、去年の11月、あれ違うか、手持ち花火スペシャルだ、12月かやっぱ、あの時以来ですね、クリスマスの花火、あれが一番初めて扇やったんで失敗したやつね、なんか失敗しても綺麗ですよって言ってくれてめっちゃ嬉しかったけど、もうちょっとねうまくいけばよかったなって、でも初めてだからうまくいかないかなと思ったんですよね。まあでも今年の5月にうまくいったんで、金点滅でね
一番好きな筋電滅でうまくいけたので、あれ本当に満足してますね。うん、じゃあこれからもよろしくお願いします。ビッグファイア06ね、本当の読み方は、まあ、個人的な本当の読み方は、うん、ビッグファイア06ですね。でも、うん、周りに俺の動画見たって言った、ああ、あのビッグファイア06、06って言われるんですよ、よく。なんでまあ、いいかなと思って、06。で、呼んでもらってもいいし、06って呼んでもらってもいいし、うん。でも個人的には、06の方が、多分呼び方ね、うん。6だけ英語にした方がかっけえなって、思ってるんで。まあ、こういうね、花火1個に絞ったチャンネルを作るために名前もビッグファイア06にして、いつからかな、今年始め、いや去年始め、このチャンネルに切り替えて何年やってんだ俺は。で、あれが多分どうなんだろう、2、3年ぐらい経ってんのかな、もうね覚えてないけどね。もうさかのぼっていけば、一番最初の動画見ればね、もう西暦か書いてあるんで、また見てみますけどね。じゃ今日の動画はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。